信長の野望大使ウィズパワーアップキット。はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の野望大使ウィズパープキット。今回から新しい要因になりますのでね、長期モードの確認ですね。はい、ではですね、今回リクエストいただいたのが、アマゴ常久さんでお願いしますっていうので、天皇の乱になっちゃうとね、常久さんも死んでるんですよ。うん、常久さん死んでるんで、信長誕生ですね。か、か軍友集結、うん。特に面談してなかったんだよね。うん。でも、これだと、あれだよね、武将をね、変えなきゃなんないし、ので、武将っていうよりか、大名を変えなきゃなんないんで、信長誕生でいきますか。はい。それでは、始めるとして。強いね、アマゴさんですね。このアマゴさん強いですからね。所領拡大で。はい。工場戦での攻撃力が上がるっていうので、工場戦の部隊の攻撃力が上がる。領外で決戦すると部隊の防御力が上がるっていうことですね。拠点主の家臣の忠誠が大きく下がる。証券独占費用が減る。金銭収益が増える。領内の証券の影響力が毎月上がる。っていうことでね、頭打ち証券の投資費用が増えるっていうことですね。投資そんなしないんで大丈夫ですね。闇取引の借りたに国衆ですね。大丈夫です。戦争大名とか十分ですね。大阪図もこれあれかな？うん。兵糧が減る3種類が軍事の書いてるんでいいですね。で、商業も多い。で、農業と、これは若干、まあ、こっちは普通だと思うんですよね、論議はね。まあ、農業は少ないって感じですね。農業は少なくて、商業は多くて、まあ、これも普通なのかな？まあ、そんなところですね。で、何年間あるのかな？アマゴさんが生きるまで、生きてるのは、うん、8年とかそのぐらい？ 8 年後に天文の乱が起きるんでしょ。その時にはもうアマゴさん死んでるんで。まあ、頑張れば、生きてる間にクリアできるかなとは思います。では始めていきます。我が志成し遂げてみせん。はい、信長誕生、これね、結構いろんなところでね、流してるんでね、どんどんね、今回はどんどん進めていきたいなと思います。ご命令を。あ、後継もいますね、ちゃんとね。じゃあ、年齢の方を見ようか、勢力で。3ポイントで武将の方が、アマゴ常久さんが77歳。これが、秋久さん22歳か。あー。わかりました。77歳。なるべく早く行かないと死んじゃいますね、これね。はい。まあ、死んじゃったら死んじゃったでしょうがないですけどね。歩兵しようか。アマゴさん強いんで、どこ行ってもね、勝てるはずなんですよね。かしこまりました。はっ。まあ、歩兵とりあえずやっときます。かしこまりました。闇取引もあるから、まあ大丈夫ですね。兵糧は心配する必要はないかな。撤去でいらないものを全部撤去します。全部いらないね、多分ね。うん、これもいらないね。うん、撤去しよう。で、新設で、大丈夫そうだね。じゃあ、委任で、農業農業配属委任して、開発もね、カスタム委任で。茶屋町作っといてもいいかな。撤去かしないで。これで、パッと見、ここら辺かな行くとしたら。毛利さん行っときたいね。ここも行っときたい。まあ、いっぱいいろいろと先生にこうしちゃいましょうか。毛利は行く。それでは、始めるとしようか。助太刀するぜ！で、毛利に、
これいける部隊、2部隊ぐらいか。ここと、ここはいらないね。1400。ここから出そうよ、2000。2800、出てこないね、これだと。それをここにすりゃいいんじゃない？出陣しよう。で、これが、こんな感じいいかな。2200でも出てきてくれるんだったら、これで行こうかな。出陣だ！したらまだ兵が余ってるんで、ここを取ろうか。三浦さん取ろう。それでは、始めるとしようか。まあね、初手でどんどん取っていくっていうのは重要です。はい。集合はここでいいね。したらこれはいらない。1600、2300じゃ足りないんで、こっから持ってこうか。ちょっと武将分あまり持ってくのももったいないんで。3200。うん、問題ない。これ勝てるね。出陣する。そしたらここの部隊を残しとこうか。こんな感じでね、進めていきましょう。これにとったらこっちだ、だね。うん。この勢い、誰にも止められねえ。本気しかダメか。本気で。こっちの毛利さんは、ここで30日いいね。これ出てきてくれたな、ありがとう。乱世の終わり、この目で見たいな。空港6日、いいですね。報告します。先月の収支です。これより、表情を行う。商業対面だね。闇取引あるんでね。41、34、26、このぐらいかな。これにて、表情を終えよう。で、これを取って、商業ここだね。うん、ここまで詰めとこう。まあ、毛利さん最初攻めたのは、他道な戦争してるとどんどん下がっていっちゃうんですよね。他のところと戦争してるときよりも全然、思いっきり下がってますからね、もうね。うん。それが嫌なのでね、毛利にはどんどん攻めました。まだ武将、ここら辺ちょっといるか、でも、まだ出せないね。とりあえず闇取引をやっておきます。どれ、稽古をつけてやるとしよう。取引を行いましょう。ありがとうございます。750ぐらい、この1400ロッカー。で、残り買おう。かりました。うん、いいね。商業進出できるね。かしこまった。じゃあね、進めていきましょう。もうね、毛利さんとか落ちる。毛利さん、ここが落ちるんじゃないのかな。30日だったからね。あれ、通常攻撃にしとこうか。落ちないね。こっちは攻撃で落ちる。こっち強行で30日落ちる言ってたのに。これ入れたんだけどまずいね。これさ、こいつさ、承知いたしました。そちらに行けば落ちるわ。落ちるでしょ。うん。28日になってるね。
じゃあこんな感じで進めていきましょう。はかりんごと大きは勝ち、不なきは負ける。戦の極意。で、ここあれだね、ここ忘れてたね、ボリュームしてなかったね、こんなところにあったんだね。うん、そしたらこれ部分入場させようか。こいつでいっか。で、我に続け。で、ここ行きます。それでは始めるとしようか。手を貸してやろう。なんかいきなり大内となんか全面戦争になりそうだね。なんか自分が攻めてるところなんか全部なんか大内の同盟国っぽいような気がするんですけどね。もう相当あれですわ、マイナスですわ、心象がね。2300で大内からも借りてる。うん、問題なさそうだね。うん、報告します。先月の収支です。ご命令を。うん、ここ落ちそうだね。落ちるの、落ちるね。うん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 、問題ない問題ない。で、兵糧買います。取引を行いましょう。あー、買えなかった、残念。したら兵糧ちょっとだけ取引を行いましょう。ありがとうございました。醤油申請しないとね。かしこまりました。で、歩兵しとこう。ここで落としたのね。このぐらいで。はっ。うん。じゃあこんな感じかな。じゃあ進めていきまーす。悪いが、負けられぬのでな。片付けない。じゃあ部分入場させようか。違うの、こいつを返して部分入場させたから合流ですね。合流でさ、これさ、2部隊にしよう。参ろうか。行こうか。こっち行こうか。いざ参ろうか。ああ、これ合流でさ、ここからも持っとこうか。うん、で、集合地点ここにしよう。うん、これでいいじゃん。いざ参ろうか。じゃあ確実にね、取れそうですね。はい、じゃあ進めます。軍略の真髄未だ見えず。おっと、ここまずいんじゃない？どう？あと5日。一応取れるってことですか？なってるんでね。一応取れるでしょ。うん。一応撃って出てこなさそうですからね。この城、いただくとしよう。そしたらじゃあこれ、海軍行こうか。村上海軍行こうか。村上さん。それでは、始めるとしようか。助太刀するぜ。うん、じゃあね、こんな感じでね、進めていきましょう。まだ3ヶ月ぐらいかな。うん、どうなんだろうね、このじいちゃんの寿命までにね、倒せるかどうかクリアできるかわからないですけど、何歳もできるかわかんないんでね。うん、この城もらったぜ。モールさんね、憎きめんどくさいモールさんもね、やっつけることができました。よかったです。うん、これでもうこちらのあれですね。うん、こちらの地方ではもう敵
襲う怖い敵はいないよね。うん。あとは本願寺ぐらいかな、めんどくさいのは。そうだね、そのぐらいかな。うん。で、あとはどんどんね、進軍していきたいんですけど、とりあえず部分入場させて。行きます。一回これ解散だね。こっからこっちに持ってってもいいけど、一回、落ち着いてからのが良さそうだね。こっち行くっていう手もあるね、ここら辺ね。3000ちょい。4000とか用意できればいいんだけど。一応は用意できそうだね。ちょっと遠いね。一回散らばってからにしよう。一回返します、これ。今日これ11日いいね。村上さんの二人も、こういう仲間になるんで、散らばったらこっちかな。で、うん、山田さんとかにも行きたいね。うん。ああ、これ時間かかるね。攻めるんだったらここだね。BAB。ああ、BCB のこっちの方がいいのか。うん。じゃあこっちでちょっと3ヶ月ぐらい待とうか。これ強行で行くと多分取れない。うん。じゃあこんな感じで。報告します。先月の収支です。ご命令を。ではね、歩兵の方ね、していきまーす。はっ。はっ。はっ。うん。したら、こっちとかにも一応部署入ってるか。とりあえず、あれですね。手紙配ろう。毛利元就。これ逃げられると厄介ですね。片付けない。片付けない。ちょっと全部くれちゃおうか。片付けない。片付けない。ああ、とりあえず5枚で、5枚で青くなってくれたんだ。片付けない。これで大丈夫かな？元就さんさえ。うん。あ、こっち行きたいね。でも、ちょっと兵数的に厳しいね。下行こう。浦上さんここ？うん、浦上さんだね。行っとこうか。宣戦布告。それでは。始めるとしようか。一気に敵が増えちゃったね。敵、ま、こっち側にも敵増えちゃったか。こんな感じで。なんか集まってきてくれるんだけど、いくつ集まってきてくれるのかわかんないね。6000ぐらいもとこうか。6000ぐらい、一応。で、武将はそんなにいらない。進め。うん。まあ悪くないですね。じゃあ、闇取引しましょう。農業やってないね。はっ。
取引を行いましょう。ありがとうございました。790売れたんで半分売って。ありがとうございました。ありがとうございました。で、親切、商業を進められるね。そしたらあと、準検所いらないよね。じゃあこの辺ね。準検所この辺にあったんだね。いらないね。うん。ここ落ちないと、先進めないですからね。じゃあ進めていきましょうか。とりあえずこっちを倒しとこう。この程度とは未熟なり。したら、どうしようか。こっちも行きたいよね。全面戦争になると厳しいよね。じゃあこれちょっと、行くとしましょう。こちらのちょっと狙ってみようか。進め。大内と宇都宮家、知らない。あ、こっち狙ったからあれだね。出てきてくんなかったね。これより表情を行う。対名と商業でいいね。34。これにて表情を終えよう。農業重視。で、商業はまだ、あ、ロミはちょっと足んないんだ。はい、次のロミ取りましょう。ということで、第1話のこの点終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。